サプライズ企画、疫病退散花火です。ご参集、ご足労いただきましてありがとうございます。花火はこの後、打ち上げ環境が整い次第打ち上げを開始いたします。打ち上げ業者は長野県田舎港堀内煙火店です。田舎港堀内煙火店は2019年の能代の花火に突如現れ、昨年9月にもこの地でサプライズ花火を打ち上げました。新進気鋭の職人軍団、彼らが今年もこの地に帰ってきました。今宵もその芸術性の高さと最新技術を駆使した異次元の音楽スターマイン、さらには二尺玉を打ち上げます。本日は2部構成でお送りします。第1部は日本風力開発オーステッド、ユーラスエナジーホールディングスの提供です。第2部は大森グループ、日立グループ、 AOW 秋田洋上風力発電グループの提供です。1部2部ともに2番組ずつ、割物花火5号玉7号玉10号尺玉を丁寧に打ち上げる番組と、音楽と花火を高レベルで融合させる空間演出、豪華絢爛音楽スターマインをそれぞれお届けします。そしてフィナーレは大迫力の二尺玉の打ち上げです。およそ30分間夢のステージをどうぞお楽しみください。能代市をはじめ地元秋田県で日頃よりお世話になっている皆様方へ、今年も盛大な花火を楽しんでいただき、今夏の思い出の一つとしていただければとても嬉しいです。さて、少し私たちの自己紹介をさせていただきますと、日本風力開発オーステッドおよびユーラスエナジーホールディングスは、日本の風力発電および海外の洋上風力発電でいずれもナンバーワンの実績を持つ風力発電のプロ集団が集まってできた共同事業体です。各社がそれぞれ20年から30年にわたって積み重ねてきた風力発電および地域との共生に関する豊富な経験を最大限発揮し、秋田県沖における洋上風力発電所の建設、運営、メンテナンスなどを通じて、地域に根ざした長期的な産業振興、雇用創出に貢献できるよう、引き続き誠心誠意取り組んでまいります。日本風力開発オーステッドおよびユーラスエナジーホールディングス、いずれも聞き慣れない社名かもしれませんが、実は風力発電業界ではどれもちょっとだけ有名な企業なんです。日本や世界で吹く風から日々電気を作っていますので、ご存じなかった方はぜひ今回をきっかけに覚えていただけるとありがたいです。最後になりますが、大森グループ様、日立グループ様および AOW 秋田洋上風力発電グループ様のご配慮により、今年もサプライズ花火の開催に至れますこと、また昨年から引き続きご理解ご賛同いただいている下浜地区はじめ関係者の皆様に厚く御礼申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。短い時間ではございますが、ご観覧の皆様にはどうかお付き合いいただき、
初夏の夜空で満開に咲く花火を楽しんでいただければ幸いです。以上、日本風力開発オーステッドおよびユーラスエナジーホールディングスでした。
上げです。大森グループ、日立グループ、 AOW 秋田洋上風力グループ、そして日本風力開発、オーステッド、ユーラスエナジーホールディングス共同で打ち上げる二尺玉です。本日のサプライズ企画名は疫病退散花火です。2020年初頭に発生した私たち人類が経験したことのない驚異的なウイルス感染症により、世界中の人々の日常が奪われる事態が発生しました。そして1年半近く経過する今日現在もなお戦い続けています。この事態を一体誰が想像できたでしょうか。戦いの最前線にいる医療従事者の皆様や関係する方々に心から感謝いたします。私たちは一刻も早い事態の収束を願い、平穏な日常生活を取り戻せますようにとの思いを込めて打ち上げます。長野県稲加港堀内煙火店製作、疫病退散花火20号八重新しだれ八方先入り青崎緑点滅ボタン。この後は会場内および周辺道路の混雑が予想されます。安全にご退場いただくためにすぐに立ち上がらず、混雑を避けご退場ください。ゴミは必ずお持ち帰りください。ドライバーの方へお願いです。駐車場内、お車の周辺に歩行者がいる可能性があります。十分に気をつけてご移動ください。お車でお越しの方は警備員スタッフの誘導に従って順番にご退場ください。出口は一箇所です。お互いに譲り合って順次ご退場ください。歩行者の方はお車との接触がないように周囲に十分に気をつけてご移動ください。ソーシャルディスタンスを保ちながら慌てずゆっくりご退場ください。
この後は会場内および周辺道路の混雑が予想されます。安全にご退場